まあ、腹筋と体幹と前腕ですかね、こういうトレーニングもですね、これはまあ分け合ってやってるんですけどね、筋肉を作れるトレーニングとはちょっと違うんですけど、こういうのがまあ、 あの競技によっては必要ですね。柔道ではないですけどね、まあ何でしょうって感じですね。体幹はいいですね、体幹使いますよね、前腕も強くなるし、上とって握力がつかないからですね。ぐーっと固めてみます。僕だったね、はい、体重増えた、体重4キロ増えました、ちょうど1ヶ月でね、はい、まあ、一生懸命やってるからね、来た時一生懸命やるってのは大事でしょ、はい、仕事も忙しいからですね、来た時一生懸命やってるからです、ね、追い込み方は体幹とは違うでしょ、はい、いや良くなってるよこれ、バック見てみる、はい、あ背中もいいね、あ1個広げてみたらいいよ、これが分かってないねここグッと、うん、まあね肩とかいいけどね、ちょ下ろしてみる、そしたらこの下の方がね、だいぶ効いてきたでしょ、はい、いや、色が黒いね、これは理由はないと、ジグロです、あ、ほんと、あ、いえ、こうグジグロは七難隠すよ、ジグロフィルダーの場合はね、でも本当でかくなったね、はい、無理して食べてるんですか、ちょっと無理して、うん、まあ、間食を増やして、うん、まあいいもんでね、はい、炭水化物とタンパク質って感じですね、いや、見違えるほど良くなったんじゃないですかね、もう一回いきます、はい、それで前腕もあるでしょ、はい、来てます、体力があるからですね、最初から言ったけど、まあ良くなりますよね、あとぐーっと固めてみます、腹筋結構効いてるでしょ、効いてます、まあ、来た時集中するってことですからね、なんか仕事で疲れててもテンション上げてやってないですね、その集中力は無限だからですね、まあ、それが仕事にも役立ちますでしょうからですね、集中力がつくからね、はい、上とはそんな感じするでしょ、はい、ぜひ頑張ってくださいね、ありがとうございます、